おはようございます。ミッキーファームです。今日は2022年8月9日です。今日も引き続きさつまいもの草いきやっていきたいと思います。今日はまずこの前の続きの、シルクスイートの残り、畝のこの途中までで、ここまでなので、まあ、4分の1ぐらい、あとはもうこれ、植わってないもう草だけなので、ここのとこはこのまま置いとこうと思います。で、その隣のこれは後で植えた安納芋ですね。安納芋の畝をまた2畝ほどあるんで、できたら今日はその2畝もやっていこうと思います。はい、それでは今日も2時間の作業が終わりました。今日は安納芋1畝とシルクスイートの途中までやってた4分の1余ってた残ってた分です。シルクスイートは成長はちょっとだいぶ遅いような感じがします。葉っぱも小さいですし、まあ、ちょっと品種的に葉っぱがこちらの安納芋に比べたらもともと小さいのかもしれないんですけれども、まあ、それでもこのつる自体がまだそんなにシルクスイートは伸びてないんで、まだまだこれから成長していくと思います。で、こちらの安納芋は以前のこの最初に植えた安納芋から2週間ぐらい後かなに植えたんで、こっちの先行に植えた方がかなりも大きくなってるんですけど、緑草刈りしたこの後に植えた方はまだまだ小さいので、もう少し時間がかかっていくと思われます。それとあと近所の畑の人がさつまいも植えてて、つい最近イノシシに掘り返されたらしいんで、今までこの辺りイノシシに畑を荒らされたっていうのはあんまり聞いたことなかったので、イノシシがどこか違うエリアから降りてき始めてるのかもしれませんね。これだからこの芋畑も狙われたらあっという間に掘り返されてしまうかもしれないんで、ちょっと予想外のことが起こるかもしれませんね。まああとはこの安納芋一畝と、あとこっちがこれ紅はるか、これ自家栽培の苗ですね。紅はるかとあと甘金時ですね。この辺もね、草むらの中やけど結構大きくなってきてるんで、これもちょっと実験してみたいと思います。草を残したまま育てても芋はちゃんとできるのかっていうのをやってみたら面白いかもしれないんで、あえて草刈りをしない畝も残してみたいと思います。それでは今日はこれで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますんでフォローの方お願いします。それではいってらっしゃい。